まず例えばあのリバーブ順ですね。だ例えばここで試してみたいのは、例えば一つずつこうやって、でこれを例えばやると長くなりますね。だここでだからスローな曲やったりな、ね、あの例えばスローブルースやってこれいいですね。だから僕とか例えばこの辺りこの辺りとか、はい、結構なんかただファンクやったらちょっと長すぎるんで、ね、だからちょっとこうファンクだとこうでちょっとこうまろやかにしてこうボリュームを落とすから、はい、僕だとこの辺りだと多分なるほどですね。これだとねでしょ。でこれだとね、はい、ちょっと長い。ああそうですね。バンドでやったら悪くないけど、こうやっちゃうといらないとこ入ってるんで、はい、だから良くないですね。確かにちょっと実音に被ってくる感じがありますね。だからこの辺りから。結構本当にすごくなんですね。そう。でだからこれ普通の人だと多分。そうですね、はい、うん、これぐらいかけると思います。これかけすぎやね。多分普通の人はこれがかけると思う。多分はい、そうですね、わかります。僕これぐらいですよ。なんでかこうしたらね、だからピッキングでリバーブの深さをコントロールする、ね、うん、そんな感じなんで、ここやっちゃうとコントロールしにくいん で、ね、だからこの辺りです僕はな。この間本当に小さく弾くときはしっかり実音聞こえるし、でも強く弾くとリバーブがしっかりかかってくるって感じになりますもんね。そうですね。だから練習の仕方、例えば反対にリバーブかけて、はい、例えばと。めちゃくちゃ難しいですね、これは。仕事忘れてるでしょ、はい、何しに来たんやったっけなって普通に演奏楽しんで見てしまってました。いや僕も楽しんでるじゃん。そうそう、でも本当にそこまでそのエフェクトのレベル、うん、かかり具合っていうのも右手でコントロールするべきもの、うん、でも確かにそれは本当にめちゃくちゃ練習になりますね、うん、今だから今のみたいに例えばベースラインやって、はい、2音弾いたりね、弾いたらこう例えばリバーブでしょ、はい、ないのリバーブ、はい、だからこんな感じですね、うん、ただでさえトモさんのギターってそのバッキング、ベースライン、リ
リードっていう3種類あるよなって、そのアンサンブルになってるよなと勝手に思ったんですが、でもさらにそこにそのエフェクトの関わり具合まで右手でコントロールできると、そこのコンビネーションの差っていうのをさらにつけることができるんですね、うん、そうなんですね。だから例えば、ね、僕は極端に言うと練習の時はわざとこれこうするんですよ、かかりすぎるんで、はい、これでかからないように弾く、そう、かな、かかったでしょ、はい、確かにな、小さくともなってますもんね、うん、だからこれが僕の基本形これなんですよ、たまにね。でここかここぐらいですね、うん、この辺りはだいたい11時って感じ。もう本当にうーんしか言えないです、だからこのそのユニットがいい理由はノブが少ないからいいんですね、はい、でよくあのやっぱり4つとか5つあると、はい、多すぎるから悪いセッティングできちゃうんですね。こうやって悪いセッティングできないんで、そこが僕のすごい、うん、でまあなおかつそのねサイズが小さくてもハマるんで、はい、